聖霊クリストファー大学リハビリテーション学部言語聴覚学科の小坂と申します。長い間あの言語聴覚のあの臨床を続けてまいりまして、普段から言語発達障害児の早期発見、早期介入の重要性を感じておりました。今日は言語聴覚士の視点から、えー、第三章までお話しさせていただきました。幼少期の言語発達障害から学童期の学習障害へ。 言語発達の問題を持つ子が小学校に入ってからはあ学習障害になる比率がすごく高いということもありましてそこを防ぐような形のアプローチ法それからあ言語発達障害児と強化学習の問題っていうのを例例8例から皆ささんにご説明させていたただきましたそれから言語発達障害の未来を考えて。 高校から大学受験それから自立して職業を持つまで私たちは見守っていきたいというふうに思っています。 第2章では言語発達障害児の臨床,ため臨床のための基本的な知識ということで、えー、なぜ言語発達が遅れるのかこれはもう知識になりますけれどもそういったような言語発達を支える発達的基盤について一つ一つお話しさせていただきました。第3章では言語発達障害児の早期発見早期介入それから継続した支援 これも非常に重要だということをお話しさせていただきましたまた、言語発達障害児の早期発見のための視点というものを言語聴覚士の立場からお話しさせてもらって一つ一つの障害に対して支援の在り方について何かヒントになればと思いましてお話しさせていただきました。以上です。 セレ・クリストファー大学の小坂と申します今日はご視聴いただきありがとうございます今日のお話は言語障害児の早期発見早期介入の重要性言語聴覚士の視点ということで、えー、お話しさせていただきますそれでは概要なのですけれども第一章として、えー、幼少時期の言語障害から学童期の学習障害へという話それと言語発達障害児と強化学習の問題 それから言語発達障害児の未来を考えるこれは文献からの示唆になっておりますので合わせてお話しさせていただきます第二章は言語発達障害児の臨床のための基本的な知識なぜ言語発達が遅れるか 本来はあの子どもというのはほっとけばどんどん言語も発達し歩き始めるとあの話し始めますしそういったような形でほっといてもお話っていうのはできるんですけれども日本語であれば日本語あの英語で英語,圏に英語圏の文化にいれば英語というフランス語圏だったらフランス語っていうのを自然な形で学習できるんですけれども言語発達障害児が何パーセントか SLI であれば6%パーセントぐらい って言われてますけれども、それぐらいの子どもたちが言語発達の問題を抱えるわけです。で、そのなぜ遅れるかっていうことは非常に大事だと思うんですね。で、その基盤としてはあこの5つ脳神経の発達、感覚機能の発達、つまり聴覚障害とかですね、えー、まあ、視覚障害も。 言語の意味的側面の遅れをきたしますのでそういった感覚の問題それと発生発発のの運動機能の発達例えば口外列なんかは軟口外の居城ができませんので怪微生になったり不明瞭な発話になったりしてさらにそういった形で遅れる こともございますので、まあ、そういったような問題。それから脳性麻痺とかいうのはあ、こういった運動機能の発達による遅れっていうものを期待します。それから、社会性の発達、これも非常に重要です。それから、認知面の発達、こういう風な形で分けてお話しさせていただきます。第3章ですけども第3章は言語発達障害の早期発見。早期介入。 と継続した支援の重要性ということで第1章でお話ししました言語発達障害児の、まあ、事件例8例いるんですけれどもそのお話を第1章にさせてもらってその子どもたちが、えー、言語訓練をした場合あるいはいつ言語訓練したらこうなったかっていうのお話を、まあ、結果といいましょうか言語発達障害児の結果のような形ですね経過あるいは結果のような形でお話しできたらというふうに思っています。 それから言語発達障害児の早期発見のための視点と支援のあり方これ大変重要だと思いますのでその辺もお話ししていきたいというふうに思います第1章2章3章という形で継続してお話ししていきたいというふうに思っておりますそれでは早速第1章から始めさせていただきます第1章は幼少期の言語障害から学童期の学習障害へ これは、まあ、の自分で経験したことですので、えー、どういったようなあの子どもがどういうふうになったかっていう話を中心にさせていただきたいと思います。現状まずは現状なんですけれども現在、えー、と文科省が令和4年昨年ですよね昨年、えー、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査っていうのを行っています。これは、えーとー 平成20年も行っていると思うんですけどもそれに比べるとかなり増えているというお話でしたで調査対象はこれ毎年じゃなくて10年に1回とかやってるんですけども調査対象は全国の公立の小中高等の高等学校の通常の学級に在籍する児童生徒を募集団とする先生たちへの調査票をまとめたものです。 回収数および回収率はあ標本児童生徒数1,800校それからあ人数は 8, 8万8,516人そのうち小学校が 3, 3万5,963人中学校が1万7,000人。 今日ですね、それからあ高校生もいるんですけども今回は小学生中学生を中心にお話しさせてもらいたいと思うんですけどもそれで、えー、そのうちの7万4,919人の回答が得られましたかなりの募集団だと思うんですけども回収率もかなり多くて普段は40%あればいいぐらいの,あの調査票なんですけども8なんと84.6%の回収率があったということでした。 でえー、担任教員から回答を得られた結果なんですけれども驚くべきことに、えー、学習面での問題プラス行動面で著しい困難を示すのが8.8%これは2000、えーとあえー、と平成24年にした時には確か6.5%だったんですね。それがかなり増えまして8.8%。 という形になってかなりの人数が増,えあの増加している通常学級で先生たちが困っている生徒が随分多くなったということで新聞でもあの話題を呼んだと思うんですけれどもかなり増えているということですねで学習面だけでも6.5%いるこれもかなり増えているんですねそれから行動面 で学習面と行動面ということですね。こういったような形で随分、えー、どういうわけか増えているということが大きな問題になってるんですね。おそらくこの背景には元々の言語障害の子どもたち。 教科学習っていうのは学校での勉強っていうのは言語が基盤になってる教科書とかそういったような形で言語が基盤になってることが多いのでそういう意味ではもともとの言語障害児がそのまま学校に上がって学習の問題を引き起こしてるのではないかっていうふうに思ったりもします。 それからあこういう子たちでかなり増えているっていうことが大きな問題ですしその予防という形で早期発見早期介入で、えー、言語障害のところをですねなんとか私たち言語聴覚士があの支援できたらいいなっていうふうには思っています。 もともと言語っていうのは小学校に入る前の言語っていうのはまずは音が聞こえるということなんだと思いますね。でもその音の聞こえっていうのはもはやあのお母さんの体内にいる時から音の弁別はできている音の、えー、と高さとか低さとかそれから超分節的なっていいましょうかあのアクセントとかそういったものは聞こえているわけですね。 周波数弁別や超分接的要素とかあ,あとはあの音が聞こえない時と,とか物の音電話の音とかですねそれよりも言葉を聞くということを子どもは好む。 もともと人間はそういうふうになっているんですね。言語に特有なスペクトル特性を持っているわけですので、えー、そう,いう音は体内にいる時から聞こえてますし、あの三ヶ月頃にもですね、乳児期を通して聞こえているわけです。生まれてすぐちゃんと周波数弁別はしている。言葉を覚えられるようにして生まれてくるともまた言えると思うんですね。 で音音音韻をその国の音韻認知をしまして、えー、そして、えー、そこにお母さんと共に社会的な環境によってお母さんと共に育つこと大人と一緒に育つこと、まあ、人間と一緒に育つことによって、えー、意味やあその音の意味ですね形の音の形の意味を知るわけですね。 少しずつそれを増やしていって言葉が増える理解語彙が増えるそして、えー、一歳になれば言葉の自分南国から始まった音も出せるというような形に変わってますそして、えー、どん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 言葉を語彙を増やしですね語彙,語彙が増えるですねそして、えー、語彙を配列して、えー、2号文 三語文という形そしてそこにテニオ派のような助詞や助動詞形態素の語、えー、末の変化ですねこういった形態素助動詞なんかも増えて文の構成ができるようなここが本当の本来の言語の文は本,本来の意味ですので、えー、統合が増えてそしてさらに文と文が合わさってそれを接続して談話文章 といううのが賛成できるようになって初めて小学校に行って教科学習ができる、まあ、その前にこちらの文字の方も視覚面視覚機能ですね記憶や構成音韻識も、まあ、相まって文字言語の学習をしてそして、えーまあ、4歳半ぐらいにはもうしりとりなんかもできるようになってますので文字の基本的なあの音,のも音韻の問題ですねこういったものが習得されそして 小学校に行って本格的なあの思考のための言語学習そして教科学習というのができるようになっていくんですね。ですからこの系列ですねこれが問題があればやっぱり小学校に入っ,ては入ってからは困るということになると思うんです。小坂先生知的、はい の発達にはは問題ないけれどもやはりその言語的な発達学習面で遅れがあるって困っているっていうふうにあった先ほどのアンケートではこの中の、まあ、どの部位かの認知的な発達がちょっと遅れているっていうことで理解ししてよろしいんですか、ね、まあ音韻認知だったりとかそれからあのまあ語彙が少ないっていうのがね皆さん大いにあると思うんですね。それから統の問題 ですね、ダウン症なんかは名詞のようなものはかなり増えるんですけども、まあ、動詞とかの発達それから統合の発達この辺が問題で二語連鎖になかなかなりにくいというようなあ知的な問題なんかでも問題がありますしそれからもちろんあの知的な問題がなくてもこういったような問題ですね主に多分ワーキングメモリーの問題とかそういった記憶との関連性も あると思うんですがそのために言語発達が遅れるということは大いにあると思うんですねそして、えーまあ、統合の問題というのは特別な問題ですのでまた後ほどご説明したいと思うんですけれどもここら辺の問題というのは大いに関係してくるのではないかというふうに思っています